no おっす。前回全市銀行券の話をしたけど、紙幣に関してもう一つ面白い話があって、今回はそのことについて話してみたいと思うよ。それは楽しみだね。ところで紙幣って言ったらさ。いや、ちょっと待って博士。今回はあんま脱線させないで。いや、別にそんなつもりはないけど。今回は俺のペースで行くかんね。いいよ。では、どんな話だ先月12日、ソウル西部地裁で、通貨偽造と詐欺などの容疑で起訴された35歳の男に、懲役3年が宣告されたんだよね。通貨偽造と言うと、偽札を作っていたということか。まあ、そういうことなんだけど、その 手手口口がちょっとすごいんんだよねどんな手口なのか韓国の紙幣って、紙幣が破れた時、元の紙幣の80%が残ってたら、銀行に持っていけば新品の紙幣と交換してもらえるんだよね。そうなんだ。でもそれは日本でも同じようなルールがあるよね。日本の場合は、紙幣が破れても全体の3分の2が残ってたら、新品の紙幣と交換してもらえるんだけど、だからパーセントで言うと67%だから、韓国よりもちょっと緩いかもね。まあ、日本の話はどうでもいいんだけど、で、今回懲役3年が宣告されたこの35歳の男は、このルール をを悪用して偽札を作ったんだよねどういうことだこれが結構巧妙な手口なんだよね。まず5万音札を5枚用意するんだよ。5万音札は韓国紙幣の最高額面だよね。そうだね。日本円にすると5,500円ぐらいだけど、それを5枚用意したら、まず1枚目は左上の部分。そこを全体の面積の20%分だけを破るんだよね。自分で破るのか。そうなんだよ。それで紙幣の80%が残るようにするんだよね。なるほど。それでもう1枚は同じ要領で左下の部分を破って、もう1枚は右上の部分。もう1 1> 1枚枚はは右下のの部分そしてて最後の1枚は真んん中を破っていくんだよねつまり5枚ある紙幣それぞれ20%分を場所を変えながら破っていくということかそうそれでその後その破った紙幣80%残ってる方を銀行に持って行って新品の紙幣と交換してもらうんだよねこの時点で手元にはその交換してもらった新品の紙幣5枚と破った残骸20%の切れ端だよねこれが5枚手元に残るんだよねあ、20%の方は銀行に持って行かず手元に置いておくということかそうなんだよ ここがポイントなんだけど、切れ端の20%の方がなくても、80%の方だけ持っていっても、銀行は新品の紙幣と交換してくれるんだよね。なるほど。で、犯人はこれをどうしたかっていうと、もうわかるかもしんないけど、その残った5枚の20%の切れ端をテープで貼り合わせて、もう1枚紙幣を作り上げたんだよね。 なんかテトリスみたいだね。つまり犯人は5枚の紙幣からプラス1枚、6枚の紙幣を作り出す錬金術を編み出したということか。まあ犯罪なんだけどね。でもその貼り合わせた紙幣は銀行に持っていけば交換してもらえるのかなそれはちょっとよくわかんないんだけど、犯人の男はこの貼り合わせた紙幣を持って飲食店に行って3000ウォンの海苔巻きを買う時にそれを使用してお釣り47000ウォンを騙し取ったんだよね。それ飲食店の方としてはペープで繋ぎ合わせた紙幣を出されたらなんか怪しくて嫌だけどね。そうだよね。そこはどんなやり 1人があったのかは報じられてないからわかんないんだけど、おそらくこんな状態だけど、銀行に持っていけば新品の紙幣と変えてもらえるから心配しないで。とか。そんな調子のいいことを言って騙した可能性もあるよね。犯人はその紙幣を飲食店で利用したことで逮捕されたのかそうだね。で、犯人の家を調べてみたところ、破れた紙幣約100枚が見つかって、中には切り取る位置をシャープペンで下書きしてるものも見つかったりしたんだよね。自宅が偽札製,製造工場で、そこもバッチリ抑えられたということか。犯人は逮捕されたことについて何と言ってるのか。まず。 貼り合わわせたたお金だよねこれが偽造に当たるとは思わなかったっったてて言ってんんだだけどこれは嘘ななよねなぜ嘘と断言できるのかなぜなら、この犯人、全く同じ理由で、2020年に逮捕されて、懲役3年の実刑判決を食らってんだよね。そうなのか。2020年にも20%を切り取って、それを貼り合わせてのり巻きを買って、お釣りをもらって捕まったのか。いや、のり巻きを買う部分までは同じじゃないけど、20%の部分を切り取って、それを貼り合わせて偽札を作った罪で捕まってるのは同じだよね。じゃあ それが偽札に当たたるとは思わなかったっていうのはありえない話だねそうだよね。ちなみにこの時は、2020年に捕まった時は、貼り合わせた5万音札54枚を使用したとして、逮捕されてんだよね。あ、結構使ったね。日本円にして30万円分ぐらい使ったということだよね。そうだね。だから今回は1枚で逮捕されて、量刑も懲役3年で当時と同じであることを考えると、前回の方がコスパ的には良かったよね。犯罪にコスパも何もないと思うけどね。それにしても2回連続同じ罪を犯すって、全然反省して てないね、あ、ちなみにこれ言ってなかったけど、2020年の時も裁判で、被告は過去にも通貨を偽造し、懲役刑を宣告されて服役した前科が数回あり、今回は累犯期間中に犯行を犯したと言われてんだよね。2020年のの段階で、で偽造紙幣で数回服役していたのか。そうなんだよ。しかも累犯期間中に罪を犯したっていうことは、累犯期間っていうのは、韓国の場合は、服役期間を終えてから3年間を言うんだけど、出所してから3年も経たずに、また偽札を作って捕まったってことだよね。これもしか したら刑務所の方が居心地が良くてわざと捕まっているのではないかそれはあるかもねシャバに出たらとりあえず偽札を作ってそれで生活しながら捕まえてくれるのを待ってるとかねどんな人なのか見てみたい気もするけどねそうだねそれにしてもすごい手法を考えるねそんな頭があるなら犯罪に使うのではなくもっと別のところに使ったらいいのにねただこの手法って日本人が見ればすごい手法のように見えるだろうけどただ韓国人的にこの手法っていうのは別に斬新なことでもないんだよねむしろ古い手法とも言 言えるんだよねどういうことだ紙幣ではないんだけど、昔韓国はバスに乗るとき、現金以外にも回数券っていうのがよく利用されてたんだけど、この回数券でも同じように切り方を工夫して、例えば10枚綴りの回数券を11枚分にしたりする技術もあったんだよね。それどうややってやるのかこれ2015年に放送された、応答せよ1988っていうドラマにも出てきたやり方なんだけど、通常は切り取り線に沿って切るから、回数券は当然10枚になるんだけど、この11枚手法では、ちょっとず ずらした感じで切っっっててていい11枚にするっていうやり方なんだよねまた古速なことを考えるね。というかそんな切り取り線の位置をずらした回数券が通用するのか。通用してたんだよね。それであまりにもこの11枚手法が横行しちゃって、社会問題になったこともあって、韓国では早い段階で交通カードが普及したんだよね。 ちなみにこれ、回数券だけじゃなくて、現金を使った不正も同時に横行してたんだよね。現金でも不正が行われていたのかそうなんだよ。現金の場合は、現金を半分に切って、その半分だけをバスの料金箱に入れるっていうやり方だよね。この写真は、実際にバスの料金箱の中に入ってた、半分に切り取られた千音札だよね。あ、バスの運転手は目視でしか確認してないから、半分に折りたたまれた紙幣のように見せるために、紙幣を半分に切っているということか。そういうことだね。これも11枚回数券と同じく、 学生を中心に韓国社会で横行しして交通カードのの普及を推し進めたたつの要因になったんだよね韓国では現金があまり使われず、カード決済が多いというが、その背景には、そういう不正が横行してたからっていうのもあるのではないか。まさにそれはそうだよ。交通カードだけじゃなくて、韓国でクレジットカードが普及してるのも、その主な理由は、脱税対策だからね。脱税する人があまりにも多かったから、店側にクレジットカード決済端末を置くよう法律で義務づけてんだよね。韓国人はは日本では未だに現金が使われ 出てるとか言ってバカにしてるけど韓国でカードが普及した背景を知ればカード社会である方が未開に見えてくるねだから俺は韓国がカード社会であるということは韓国人の民度の低さを示したものであって日本で現金とかアナログが今も広く使われているのは日本人が真面目で正直だからって思ってるけどねつまり今の韓国はカード社会になったというよりカード社会にならざるを得なかったということだねそういうことだよねこれ根本的なところとして言えばなんで韓国人は相手を騙してまで得をしよう するのかって考えると結局それが韓国人の中で美徳になってるからなんだよね回数券を11枚にして1枚得をすることがみんなからお前やるなとすげえなと言われることなんだよねだから回数券をなくすぐらいのことをしないとこの問題を終わらせることっていうのはできないんだよねその価値観すごいよね卑怯な行為が大嫌いな日本人には理解できないところだよね理解できないよねだから韓国人にとって偽造500円玉を日本の自動販売機で使うこととかシャインマスカットとかいちごの紅ほっぺとか日本からパク っっっっててててて利益を得るるこことととについて恥じるどころかくくやったとしてやったたしし誇らしく思ってんだよね偽造500円懐かしいね。僕も高校生の時、自動販売機でポカリを買ったら、なんか表面に穴の開いたわけのわかんない効果が出てきて驚いたことがあるよ。あれ本当に迷惑だったよね。韓国の500ウォンを加工して、日本の自動販売機で500円として認識されるようにして、それが日本でたくさん使われたんだよね。1999年まで、約126万枚の偽造効果が見つかって、被害総額は6億3000万円。 それによって日本は500円硬貨を急遽買えざるを得なくなったからね。あれ韓国のせいで買えたのかそうだよ。ものすごい迷惑な話だね。でもそれ逆に、韓国人って自分たちが騙されたら、パクられたら、それはどう思うのかそれは韓国人が一番嫌うとこなんだよね。自分たちが騙されて相手が得をするとか、そういう状況が韓国人にとっては最大の屈辱なんだよね。韓国人にとって騙し合いっていうのは、ある種の戦争なわけで、絶対に負けちゃいけない戦いなんだよね。だからそこで負けるっていうことは、最大の屈辱に なるわけよだかから中国はキムチとか韓服が自分たちの伝統文化だだととか言ったたりすするる韓国国人は国民総出で反発するんだよね自分たちがされて嫌なことは人にもしちゃダメだと思うけどね。その論理は韓国では通用しないよね。そんな甘ちょろい考え方をしてたら、韓国では身ぐるみ剥かされるよ。これ冗談じゃなくて、韓国では他人は常に自分を騙そうとしていると。そういう警戒心を持ってないと、どんどん財産を奪われていくよね。友達は相手の弱みを見つければ、 そこをついてお金を騙し取ろうとするし、商人は客から100ウォンでも多くもぎ取ろうとして、客はそうはさせまいと、常に警戒してる状態なんだよね。ぼったくりとかおかず再利用とか手抜き工事とか、その辺のことを考えると分かりやすいと思うけど、なんか日本がすごく平和に見えてしまうね。これ前にも言ったけど、韓国人が日本旅行に来る理由の一つとして、日本にいれば韓国にいる時みたいな神経戦をする必要がないから、それで日本旅行にたくさん来るっていうのもあるんだよね。韓国にいれば常に騙されないように気を張ってないといけないけど、 日本ではそんなことをしなくていいから落ち着くと、そういう気持ち的な部分で日本に来る韓国人も結構多いんだよね。なんかすごい過酷な社会なんだね、韓国は。日本の若者は、K-POP とか韓流とか、そういう韓国の華やかな部分しか見てないから、この辺のことはわかんないと思うけど、韓国のそういう内情、韓国社会に根付いてる騙し合いを知れば、そのイメージもちょっと変わると思うけどね。君ちょっと日本の高校で講演した方がいいのではないか。俺を講演に呼ぶ学校なんてないだろうし、どうせこいつの言ってることなんて嫌韓主義者の戯言に過ぎないと。聞く耳 を持たない日本人も多いと思うけどねただ一つ言いたいのはなぜ韓国では現金が使われないのかカード社会なのかその理由をちゃんと調べれば韓国の闇っていうのはおのずとわかると思うけどねカード社会から読み解く韓国人の民度かなかなか面白い切り口だね今回も勉強になったよそれは良かったじゃあ今日はこの辺で終わりにしようかうんそれでは皆さんまた次回チャンネル登録と X のフォローもよろしくお願いします